はい、美子と申します。よろしくお願いいたします。この動画は私が好きな科学者の人生や業績などを紹介する動画になっております。科学者シリーズ第69回目は預言者と言われた物理学の天才である南部陽一郎さんについてです。それでは早速始めていきましょう。日本のノーベル物理学賞としては第47回目で紹介した湯川秀樹さんや第48回目で紹介した友永慎一郎さんがいます。実はこの他にも日本の物理学の発展に欠かすことができない科学者がいるんですよ。その人は友永さんの研究グループに参加して、そして途中からアメリカに帰化したんですけれども、日本にも研究室を持ち日本の物理学に影響を与えた人なんですね。今回は預言者と言われた物理学の天才である南部陽一郎さんを紹介したいと思います。南部陽一郎さんは日本出身の理論物理学者になります。1921年1月18日生まれで、2015年7月5日の94歳の時に亡くなりました。それではまずは南部さんの業績についてお話ししていこうと思います。南部さんは2008年にノーベル物理学賞を受賞したんですけれども、その時の研究は自発的対称性の破れの発見になるんですよ。この自発的対称性の破れというのは物性物理学や素粒子物理学で用いられる概念で、ある対称性を持ったものはエネルギー的に安定な真空に落ち着くことで、より低い対称性へと移る現象やその過程を指すんですね。南部さんはこの自発的対称性の破れの分野において先駆的な研究を行ったんですよ。さらにカラーチャージの提唱や原理論を提唱することによって素粒子物理学において多大な貢献をしたんですね。この他にも南部さんは様々な賞を受賞していて、1970年にはハイネマン賞、1977年にはオッペンハイマー賞、1982年にはアメリカ国家科学賞、1985年にはマックス・プランクメダル、1986年にはディラックメダル、1994年には J.J. シャクライ賞とウルフ賞、2005年にはベンジャミン・フランクリンメダルとオスカル・クラインメダルで、2008年にはノーベル物理学賞を受賞しているんですよ。南部さんの父親は福井県出身で、母親は福島県の出身だったんですよ。2歳の時に関東大震災に遭遇して福井県福井市に転居し、父親はそこで高校の英語の教師として働いていたんですね。少年時代は自分の手で鉱石ラジオを作成して野球中継を聞くことができたことに感動するんですよ。その後東京の第一高等学校に補欠合格するんですね。で、高校時代は物理が特に苦手でエントロピーを理解できず熱力学の単位を落としてしまうんですよ。3年生の時には湯川秀樹さんの評判に刺激されて理論物理学の研究を志すようになります。その後は東京帝国大学に進学し、2年半で繰り上げ卒業するんですね。ちなみに4年生の時に湯川秀樹さんと友永慎一郎さんに素粒子の勉強をしたいと言ったところ、素粒子については天才ではないと理解できないと言われてしまいます。で、1942年には東京帝国大の助手になるんですけれども、陸軍で1年間通常兵役として宝塚市のレーダー研究所に配属されるんですよ。この頃に友永さんによるレーダー理論の海軍機密文書を盗むように陸軍から命ぜられるんですけれども、南部さんは友永さん本人に頼むことにより入手することができるんですよ。さらにこの時期に宝塚のゴルフクラブで知り合った飛田千恵子さんと結婚するんですね。
1945年には東京帝国大学の理学部物理学教室に復帰するんですね。そこでは小葉次郎さんらとともに友永さんの研究室に参加して、竹谷光雄さんから影響を受けることになるんですよ。1950年には友永さんの推薦で早川千夫さん、山口芳雄さん、西島和彦さん、中野忠夫さんらとともに大阪市立大学理工学部理論物理学のグループを立ち上げるんですね。ここには年長の教授がいなかったことと学生が少なかったので講義の負担も少なく自由を満喫していたんですよ。1952年には友永さんの推薦を受けて木下藤一郎さんとともにプリンストン高等研究所に赴任します。この時の所長は第38回目で紹介したロバート・オッペンハイマーで、ここではアルバート・アインシュタインと出会います。そしてアインシュタインに2回目会った時にアインシュタインは南部さんに量子力学が信用できないっていうことを説明しようとしてきたんですね。1954年にはマービン・レオナード・ゴールドバーガーの誘いを受けてシカゴ大学の核物理学研究所に就任し、1970年にはアメリカに帰化するんですね。で、1991年にはシカゴ大学エンリコ・フェルミ研究所名誉教授になるんですよ。1994年には立命館大学客員教授及び立命館アジア太平洋大学アカデミックアドバイザーに就任します。その後1996年には大阪大学第1号名誉博士になって、2006年には大阪大学招聘教授に就任して、2011年には大阪市立大学特別栄誉教授と大阪大学特別栄誉教授になるんですよ。で、2008年にはノーベル物理学賞を受賞するんですけれども、2015年7月5日には急性心筋梗塞により亡くなってしまいます。南部さんの性格はですね、穏やかで謙虚だったと言われているんですよ。プリンストン高等研究所のエドワード・ウィッテンは、南部は人よりもずっと先を見ているから人は彼の言うことを理解できないって言っていたんですね。そんな南部さんは周囲の人からは預言者と呼ばれていて、10年先を知りたいなら南部に聞けというふうに言われていたんですよ。高校生の頃は物理学に対して苦手意識があったりもしたんですけれども、湯川さんや友永さんなどに影響を受け理論物理学の道を進んでいきます。そして他の人とは違った視点を持ち、周りの人からは預言者と呼ばれていて、2008年にはノーベル物理学賞を受賞したんですね。今回は預言者と言われた物理学の天才である南部陽一郎さんを紹介しました。この動画で少しでも南部陽一郎さんについて興味を持っていただけたのなら嬉しく思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。この他にも南部さんは様々な賞を受賞していて、1970年にはハイネマン賞、急に1700年代、違う、1977年。はーい。1950年には友永さんの推薦で早川千夫さん、山口芳雄さん、西島和彦さん、中野忠夫さんらとともに大阪市立大学また変なとこで切っちゃった大阪市立大学、変なところで間違うの、大阪市立大学理工学部理論物理学、漢字多いよ、大阪市立大学理工学部、はい、はい。
1954年にはマービン・レオナード・ゴールドバーガーの誘いを受けてシカゴ大学の核物理研究所に就任し、1970年にはアメリカに帰化するんですよ。で、1991年ですよ。なんだろう、今日数字に弱いな。はい。